アンノウンナンバー公式サイトをご覧の皆様、こんにちは。北村亮です。宮崎修斗です。松田亮です。はい、ということで、6月といえば梅雨ですね。梅雨だね。梅雨でございますよ、うん、これこの動画をご覧になってる頃ね、うん、皆さんが6月入ってるから ね、 ね、これは配信されるのは、うん、いやどうですか雨、雨男の人、せーの、はい、おお見事に3人なの。違うんだ、でも認めたくないんだ認めたくはないでも確かにあの PV の撮影の時もすんげえ重い雨だった。雨だった、おしゃぶりだったね。一日中降ってたよね。そうそうそう、あれ何あれ何なの、何なの3人の力強すぎるすごいよ。あの雨は必然だったんですよね。そうだよ、多分そうだと思う、うん、すごいな。だからもう雨降ったら、あんなん日和だなって逆にね、思っていただきたい。嬉しいよね。そうってことはもう6月梅雨はもう毎日あのこの3人のこの3人の雨男を思い出していただければね。そうね、うん、雨といえばアンノウンナンバー、うん、最高だね、うん最高ね、そんなカラッとした最高だね。あるある、なんか雨の日こう過ごすとか。なんだろうね、うーん、家にいる。うん、オッケー、普通だね。そうそう、まさに。なんかある？あ、でも俺最近ね、うん、折りたたみ傘を持つようになった。あ、大人。えらい。えらいね。いや、ビニール傘もね、うん、もちろん対応するわけじゃん。うん、でもやっぱ折りたたみってすごいぜ。うん。いやー、すごいぜ。改めて言うけど、24歳。いや、でも一個聞きたいのがさ、うん、折りたたみはさ、出すときはもう正直ドヤじゃん。そうだね。俺持ってるぜ、刺すじゃん。ドライブ。閉じます、建物入ります、うん、で濡れた状態で乾かされてまだ畳めないわけじゃない、うん、どうすんのあれバサバサで閉じるじゃん、うん、でまた折りたたみ出すまでだともうカビカビになるじゃない。ならないよ、ちゃんと天日干しするもん。そうですね、雨の日はですねそうだね、なんかよく散歩しますね。雨に、うん、いや全然嘘、ごめん。えだよ、嘘って。うわ、ごめん、分かりづれえボケだったな俺も家にいるタイプなんだよ。いやね、スーパー引きこもりだもん。スーパー家にいる。俺雨好きじゃないけど、うん、雨上がった後はいいよね。ああ、雨の後の雨上がり、雨上がり、晴れ間が見える感じ。違う。いや、俺なんかこういう気分好きなんだよ。うん、分かる。僕は日差しがこうキュッてこう差してすごい、雲と雲の隙間がピッて、地面がね、そう、地面がキラキラってなって、ああ、そういいね。ちょっと空気も乾いててね。分かる分かる。俺も土臭いのが好き。あー、の匂いね、うん、あれ好き、独特な匂いね、うん、あれね。そうやってなんか自分の身の回りの晴れた人の変化を楽しんでいただければいいんじゃないでしょうか。以上、雨男からでしたどうも、バイバイこれ、2曲目あるな。レインある、2曲目レインある。3人とも雨男だから、これがきっかけになってレインあるでも。あるね。